水駅構内で信号から降らせていたしました。大変なのが復旧しておりますが、各列車に大幅な遅れが発生しております。ご利用者には大変ご迷惑をいたしますことをお願いいたします。本日6時10分ごろ、福井市構内で信号トラブルが発生いたしました。安全では確認しておりますが、各列車に大幅な遅れが発生しております。ご利用者様には大変ご迷惑をいたしますことをお願いいたします。岸川崎河内長野までの各駅へお越しのお客様は4番乗り場足元4番から7番の乗車位置でお待ちください。次は河内松原藤井寺と藤井寺から河内長野までの各駅です。なお古市で後ろ3両を切り離します。アセミエクスプレス bound for 河内長野 is arriving at track 4。乗り場に到着の電車は44分発河内長野駅準急です。電車は一番乗り場から藤井寺駅に各駅停車車します。一番乗り場から藤井寺駅に各駅停車車します。
下を連は復旧しておりますが、各列車に大幅な遅れが発生しております。ご利用の方には大変ご迷惑をおかけしましたとお詫びいたします。本日6時10分頃、クルーズ港内で信号トラブルが発生しました。下を連帯は復旧しておりますが、各列車に大幅な遅れが発生しております。ご利用の方には大変ご迷惑をおかけしましたとお詫びいたします。ご覧の方から吉野駅に急行を発車します。ご覧の方から吉野駅に急行を発車します。途中の停車駅は河内松原、藤井寺と藤井寺から河内長野までの各駅です。なお後ろ2両は途中の古市で。1番乗り場から藤井寺駅各駅停車駅といたします。お待たせいたしました。1番乗り場から藤井寺駅各駅停車駅といたします。まもなく扉が閉まります。扉にご注意ください。お客様にお知らせとお詫びをいたします。本日6時10分ごろ、4番乗り場に到着の電車は遅れております。川下田の駅前系です。電車は7両編成ですが、途中の古市で首都2両切り離します。岸から先川下田までの各駅へお越しのお客様は4番乗り場足元3番から7番の乗車位からご乗車ください。本日は古市駅で発生しました信号トラブルの影響により電車の到着を遅れましたことにいたします。本日は次の方電車の到着を遅れましたことにいたします。4番乗り場到着の電車は9時4分発川下田の駅中継です。電車の扉が開くまで黄色い線を使ってください。柏新宮駅行き準急発車します。扉閉まります。ご注意ください。お客様にお知らせとお詫びいたします。本日6時10分頃、古市駅構内で信号トラブルが発生いたします。
Thank you.
ちご乗車により、お客様には500をかけし、申し訳ございません。